メスリ山古墳は奈良県桜井市高田にある古墳。形状は前方公園墳。国の史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。この古墳は、岩れの地に接した初瀬川の左岸にあり、桜井茶臼山古墳茶臼山古墳とも言うらとともに、鳥見山古墳群に属する。特徴的なのは埋葬施設の副石室が遺品庫の様相を、 定していることである。橋墓古墳の方が、年代的に先行する。別称は八巻山古墳、東出塚古墳などと呼称される。規模、埋葬品とも大応募級だが、機器や演技式などに両母としての伝承がない。墳級規模、埴輪の大きさ、埋葬施設、副葬品収納施設、遺物などを考え合わせると、本古墳は絶大な牽制を誇った主張の墳墓で、 あると考えられる。1950年洞窟があったことが確認され、1959年に発掘調査が実施された。その結果、1980年3月14日に史跡に指定された。メスリアマ古墳の空中写真国土交通省国土、地リーン地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。紛糾町224メートル。 公園部は3段築成で、計128メートル、高さ19メートル、各段に、円筒埴輪列が巡り、斜面には、人頭台の吹き石がある。円筒埴輪は、公園部の3段と、方形段の墳頂部に密集して2列、また、墳頂部では2列の埴輪の間隔をとっている。公園部の頂に竹垣を巡らしたように埴輪の、囲いがしてある箇所は、 長辺約11.3メートル、短辺約4.8メートル、想定された高さ1メートルを下らない長方形の段がある。直径1メートルもの円筒埴輪は、方形埴輪列の最内側の角や辺を等分する位置に立っている。前方部は2段畜生で、幅80メートル、高さ8メートル。埴輪は、方形段の外側に間隔を置いて点在する。 バイフン群は見られない。前方部を西に向けて立地する。機大型埴輪は高さ2.4メートル、計1.3メートルで日本最大である。朝顔形埴輪も出土している。公園部長城の中央にも管を収めた主席室にあたる縦穴式席室がある。洞窟によりほとんど異物を残していない。主席室の横にあった副席室は長さ6メートル。 幅7 0センチメートル、高さ60から7 0センチメートルで洞窟を免れている。また、古墳時代の一つの特徴である、自然石を徐々に内側に持ち送り天井部で、合掌式の縦穴式石室で、内部には意外がなく、武器ばかりが埋蔵されていて、格納庫、遺品庫であったと考えられる。副葬品は、奈良県の前期古墳の埋納品の一端が忍ばれる。 主席室は、遺体を埋葬し、玉石製品では、翡翠の真玉、壁玉の管玉、会話を真似た石製の腕悪い、ミニチュア化した石製の椅子、櫛、ゴースなどを収めた。洞窟のため著しい破壊を受け、洞窟の激しさを物語っている。出土死体物は、内向下門郷、三角園真珠郷の破片、石釧路、クワガ大使、車輪石、椅子系石製品、 串型石製品、石製ゴースなどと、玉類、刀剣などである。副石室は、副装品を収め、212本の茎式鉄鉾。これらの鉄鉾は、約半数ずつ、石室の両端に切っ先を向け合った形になっていた。いずれも長いをつけていたと想像される。集団戦に用いられる武器である。鉄剣系の槍先にした鉄鉾は、 朝鮮半島南部や北九州でも出土していて、当時の武器の中心になっていた。この武器は日本列島で大流行し、日本でも鍛造技術が駆使されたことは間違いない。236本の銅属、50本の石属、鉄弓1本、鉄製や5本、漆塗りだて鉄弓や鉄矢は実用性ではなく、武器本来の機能である、威嚇用である。 木製の弓もあったであろうと思われる。鉄拳、鉄刀それぞれ一本。さらに、斧、手釜、のみ、槍ガンナ、な、水、トース、ノコギリなどの農工具。玉状に似た、石製品。ありがとうございます。